願いします。最初のターゲットは鏡セール。はい、エレベーターなの。何も疑わずエレベーターに乗り込むように。鏡、このエレベーターでドッキリへご招待しよう。藤井隆登場。あ、藤井君。うん、やったね。怖い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 。怖い。なんでね、じい。なんで藤井。違うよ、あなたハッパーの人じゃないです。三浦マイルドです。三浦マイルドさん、どうも。知ってますか。全然マイルドじゃない。聞くだけで落ち武者になれる芸人。三浦マイルドが仕掛け人となり。恐怖の世界へと落とし入れ、続いてのターゲットはノンスタイル石田明。本番に上がっていただいて、私もさせてもらいます。石田よ、恐怖のエレベーターへようこそ。これで怖いわ。すいません。いや怖い。もうトーニー。はい。はい。落ち武者マイルドが石田の元へ。
と高瀬言ってみろ、マイルドと高瀬だって言ってみろ、マイルドと高瀬だ、そうマイルドと高瀬、マイルドと高瀬だ、ちょっとこれ怖すぎるでしょ、ちょっと怖いよ、絶対ダメなやつですこれ泣かないで泣かないで、マイルドと高瀬だから大丈夫、もう大丈夫、マイルドで高瀬ね、ね、大丈夫やね、マイルドです。ほらんくなって出てきて、ほらんくなって怖くあれ怖かったあれ怖かった。続いてのターゲットは長野美里。目覚ましテレビのお天気コーナーを担当しているキャスター、予報からお伝えします。今日のエレベーター予報、笑顔のち涙雨、心により大絶叫といったところだろう。あ、すごい、ごめん、わかりますか、ここすいません、はい、ごめんなさい、了解です、すいません。長野、恐怖のエレベーターへようこそ。大丈夫ですか、大丈夫ですか、長野さん今のお気持ちどうですか。ちょっとよくわからない。わからないですよね。してます、大丈夫ですか。腰抜けちゃうんだ。じゃあ、テーパーしましょうか。Subscribe now.